大河内美沙です。釣岡陽来です。釣岡宗男です。釣岡ゆきゆきです。はい、キムチ鍋ランチでお腹もいっぱいになったところで、はい、後半への意気込みは、ドライバーまっすぐ飛ばしたいです。全部曲がっちゃったんで。僕はアイアンですかね。ドライバー調子良かったもんね。ドライバーはなんか良かったんで、全部計算したら宗男と2打差だったんで、打ちのめそうかなと。負けんよ。ということで、キムチパワーで元気に頑張っていきましょう。はい。1番ホールパー4、385ヤード、左右のバンカーに気をつけてフェアウェイど真ん中にお願いします。でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。タッ。ナイスショット。綺麗。すげー、めっちゃ綺麗じゃん。ナイスショット。ナイスショットよ。自分で言うか。気持ちいいわ。気持ちいいわ。おー、回った。やっぱファーストフォアは僕なんですね。わー、お腹いっぱい。お腹いっぱい。それより見た？見た。ドライバー今回やばいね。やばくない？めっちゃ飛んだ。250ヤード飛んでるよ。おいしょ。うまいっしょ。ナイスショーやん。乗った、ナイスオン。乗った。すげえ、ツーオンじゃん。イエーイ。初めてかも。最初から奇跡が起きてきました。やば、マジやば。超やば。あのバンカー楽しそうだな。あのプロがこう砂をボーンと巻き上げて出す、あれかっこいいじゃないですか。やってみますか。やりたいですよね。でも一発目からバンカー来てるんで、いいことあるかもしれないです。バンカー楽しい。ナイス。分かったな。あ、いいじゃん。あ、いいね、このめめしい感じ。いいね。ナイス。え、なんだ。うわ、すごい。666です。6、キムチパワーです。乳酸菌が働いてきましたね。7です。いや、むねくん、いや、よかったね。5だっていうのはパー4やろ。ボギーやん。おい、俺トリプルボギーやったよ。俺ダブボ。ダブボ、ダブボ。初めて聞いたその略し方。ダブボか。俺プルボだった。なんでトリボだ。なんでトリボじゃないの。ブルボやろ、そっち。ブルボっすね。すごいじゃん、ボー。いいんじゃないの。調子出てきたんじゃないの。やった、いい感じ。おお、え、どこ？行っちゃった。めっちゃ飛んだぜ。完璧。やっ。乗りました、多分。見えた。うま。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。狙い通りや。うま。やった。よし、いやー、いいショット打てた、よかった。邪魔、邪魔。お、ナイス。やった、めっちゃうまかった。ナイスホー、あざーす。ミキなんかピクニック行ってくるって言って向こう行った。はるか彼方へ行きましたね。ちょっと。めっちゃ走るやん。まだ止まんないからね。
気分は。なんでまたちょっと早くなるんですか。ちょっと、あ、よかった、ありがとうございます。これがウームだから。あ、なるほど。ちょっとこれからウーム入りたいなと思ったら気をつけた方がいい。体力が必要です。9番ホールパー4、338ヤードラストホールなので、思い切ってドライバーでセンターの真ん中狙ってくださいね。うわー、ナイスショー。すっげーじゃん。めっちゃ飛んだ。300ヤードや。ど真ん中いった。ねえ、ラース、ラース、イエイ。最後ぐらいいいショットね。いいショットいきます。あ、ちょっと右。こんなもんです。いっぱい打てる人より。胸よく気持ちよかったでしょう。胸よく気持ちよかったよ、あれ。気持ちよかった。ズポーンいったもん。ズポーンいった。ズポーンいった。ニュープーンって。ナイスショー。乗った乗った。飛ぶね。やばいとこ来たっすね。真ん中。290ぐらい飛んでるんですね。最高記録かもしれないです。あ、見つけた。全然いいですね。よいしょ、よいしょ、ラス、転がそう。弱すぎた。お、イエーイ、ナイスー。分かった。ナイスショ、ラス、ラス、ありがとうございました。お、いいじゃん。お、あー、惜しい。あ、ありがとうございました。テレビちゃん。ナイス。ありがとうございます。サンデーテレビちゃん。今日は一日お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にお天気にも恵まれて最高のゴルフ日和になったんですけれども、いかがでしたか。天気は良かったんですけど、調子が悪かったね。そうですね。いいのは天気だけと、はい、そうですね。最後のホールのドライバーとかめっちゃ、うん、ナイスショットでしたもんね。めっちゃ飛んだ。楽しかったね。楽しかった。楽しかった、めっちゃ。キムチ行こう、キムチ。そう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 、この後。この後も戻って。キムチだ。キムチ。ありがとうございました。ありがとうございました。キムチ食べよう。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。あーあー、これはうめえ。はい、いただきまーす。いただきます。いただきます。そう、うわ、うまっ。これめっちゃうまい。ビールと合う。このキムチがさらにね、はい、どうして美味しいのかっていうのがあるから。ミシュラン二つ星掲載店銀座ユンケの監修の超贅沢キムチユンケ と乳酸菌が豊富に含まれている一押しキムチになります。これ、はい、で今日今召し上がっていただいている豚キムチは一押しキムチを使った特別メニューになります。うーん、こっち昼食ったけど明確にこっちとこっち味違ったよね、うんうん、はい、だ俺もちょっとこっち使ってんのかって今分かった。こっちですよね。そうだよね。僕もこっちと思いました。一回食っただけで分かるって相当すごいです。キムチっていろんな味があるんですね。ね、キムチのさ味の差があると思ってなかったもんね。こんなに違うんだってね。じゃあ最後食べていいかい。どうぞ。そのね、いただきますよ。美味しかったね。うん、もっとごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。